ライブンじゃん。ちゃんくん、ちゃんくん、ぽんちゃん、猫のつまとぎとか、ちゃんくん、ぽんちゃん。ちゃん、おいしい？おいしいよね。えらいね、ぽんちゃん。はい。ありがとうございます。お届け物です。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう。ほう。で収穫したんだって、ほうれん草。今年はジャガイモ植えたと聞いたので収穫できたら送らせていただきます。あら、ジャン君、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、ジャン君。また可愛い感じのパッケージです。可愛いね。ジャン君、お誕生日おめでとう。いつもありがとうって。こちらこそ。ポンちゃんもありがとう。ポンちゃん来た、ポンちゃん来た。はい、ダンボール。じゃん、かわいいね、この、この。はい。いろんな、にゃんこさんだけじゃなくていろんな動物さんがついてて、かわいい。はいはい。きついです。はい。これを誕生日ですよ、ジャン君。ジャン君14歳なんだね、ジャン君。あ、これどうする、ジャン君。ポンちゃん、しばらくこれ置いとく？そうだね。じゃあ、今日の遊び場です。はい。よいしょ。いたじゃん。いたじゃん。え、これ箱になってんのかな？あ、組み立て式？そうだね。四角いブロックになるんだね。そうだね。あ、中に入れるってことじゃん。ダンボールの、はい、よかったね、ポンちゃん。なんで君たちは自分のって分かると寄ってくるの？面白いね。自分のってわけじゃないと思うとあまり寄ってこないの。はい、では組み立て後またお見せします。ありがとうございます。あのまだ組み立ててないんですよ、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、とりあえず一番にやらないと気が済まない、ポンちゃんです。ポンちゃん、ほら、組み立てられませんようにしよ、こうやってね。組み立てられませんよ、ポンちゃん。組み立てるんですよ、ポンちゃん。じゃあちょっと後でね、せっかく乗っかったので。ポンちゃん、お待たせしました。完成です。はーい、はーい、これで出来上がりです。ちょっとファンキーなイラスト付きのかわいいです。キャットハウスだね。爪とぎ付きのキャットハウス完成です。完成です。そしてここはポンちゃんハウスです。はい、お誕生日のジャン君、自分から入りましたよ。入るとこ取れなくてごめんね。ジャン君のだよ。割と早く入っちゃったのでびっくりです、ね、ポンちゃん。そしてポンちゃんはポンちゃんのそこじゃないよ。ポンちゃん一緒に入りたいよって言ってるよね。入れる？入れるじゃん、ポンちゃん。かわいい。さあ、何でしょうか。ジャン君、自分のって分かったな。
そうだね。ポンちゃんより先に入るって。はい、上はポンちゃんが取りました。はい、よかったね、ポンちゃん。